ブワザ出地動物保護区は、マラウイに存在する保護区の一つであり、マラウイ北部州に置かれている。ニーカ高原に置かれているニーカ国立公園とは、対照的に、ブワザ出地動物保護区は、園内東側の丘のようなエリアの他は大部分が平坦な低地である。この保護区は、ニーカ高原の南西部で、南ルクル川氾濫原の北にあり、1000平方キロメートルの面積を持つ。また、 ブワザ湿地動物保護区は、モッパネ林やミオンボ林としての特徴を持つとともに、多種多様な渡り鳥を引き付ける湿地帯でもある。現在のところ、道路状況の悪さや地形的な足の悪さ、アクセスの不便さから、ブワザ湿地動物保護区が観光客で混雑することはほとんどない。生息する野生動物の一部は季節によって、 ザンビアの北ルアングは国立公園との間で移住を行う。園内に生息する主な野生動物としては、アフリカ水牛やアフリカゾウの群れのほか、ローンアンテロープ、クーズー、ハーテビースト、エランド、インパラといった様々な霊養が知られている。一方、特筆すべき野鳥としては、オニアオサギやクロスキハシコウ、ハジロムクドリなどが挙げられる。また、園内にあるカズニには、 多くのカバが生息している。ブわザ湿地動物保護区内のカズニコ周辺。ありがとうございます。